サイえュワミナミコーテツさん、モノマネ芸人南光グさんのモノマネの方かなよしもうそろそろかなあ,あどうも南光しですあ、あ はじめまして。はじめまして。お疲れ様です。あ、そんなにコーテスさんに寄せてない感じかな。あ、はい。あ、はじめまして。コーテスさん。あの、原作家のアナコンダ足元。あ、どうも。あ、よろしくお願いします。あの、オーディションを受けていただいて誠にありがとうございます。あ、どうもありがとうございます。あの、メール送ったんですけど見ていただきました。あチラッとチラッと見ました。あ、そうですか。 何でしたっけじゃああの今回はですねあのモノマネの番組をちょっと撮影させていただくんですけども <laughs> 芸人さんのネタをですねモノマネ芸人さんが完コピしていただいて、はい、それをお客様にあの披露した時にどれぐらいネタが受けるかっていう検証のコーナーがあるので今回あのダウンタウンさんの完 <laughs> コピをしていただきまして濱田さんの。<laughs> モノマネの方を募集してましたで松本さんの方は他の方が今同時進行であのオーディションしてますんでまあ早速なんですけれどもコーデさんあの浜田さんのネタが何か二三個ありましたら今見せていただきたいなと思ってるんですけども大丈夫ですかいっぱいありますいっぱいありますよいっぱいい<や>いっぱいありますかはい助かりますいいあはお、い、送りしたいと思いますはいお願いしますえーうんえー、驚いた時の浜ちゃんはいはいはいほんまかー あは、はい、いいですね、はい、続きましてはい、はい、たまに関東弁になるときの浜田さん<ら> <laughs> やっちゃいなよ <laughs> あのダウンタウンデラックスとかでねありますね続きましてはい、はい、歌ってるときの浜ちゃんいいいときにも さない,けいつも、ね、これ音使ってやってるんですよ、音響の人がいていろいろ調整しながらこれ、大丈夫ですこ。こんな数じゃなかったら、いつもあの音使ってやってるんですよ、ね。こんな感じで、あのもっと本当は音でバーンっていく感じなんですけど、ね、はい、大丈夫です。あ、コーテスさん、コーデスさん、クオリティは全く心配ないので、はいあ,ありがとうございます。しゃべりのものまねは全然いっぱいありますからねパート、私も芸歴長いんで、いっぱいありますよ。 あ,<一>あの、大丈夫です。あの、はい。うん、あの、今の感じで全然大丈夫です。であとは、あの、松本さんとの掛け合いだとは思いますので、で、今あの、浜田さんのモノマネのオーディションがあと2人ぐらいいらっしゃるんですよ。はい、なので、受かった方にだけメールで詳細をお,お伝えしますので。あとね、新ネタがあるんですけど、いいですか、新ネタが。新ネタがあるんですけど。あ、コデさん

アームストロングさんのものまねちょっといいです。洋楽とかいいんですいません。コーテスさん、コテさん聞こえてますコーテスさん。コー収録いやですから、収録は受かった方にだけ送りますので、あの今回浜田さんのものまねだけでいいんですよ。収録いつですかね収録できますか,すからあの。受かった方にだけ送りますので あの収録日は受かった方にだけ送りますので、コーテスさんあの、今回ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、マジか。いや、どんだけネタ見してくんだよ。え、モノマネ芸人さんってみんなこんな感じだとしたらちょっとしんどいな。いや、まあやる気は伝わってくんだけどな。まあ、あと2人いるからな。 えーミコウテスさんね。ちょっとこの感じだと、収録一緒にやるのきしんどいな。よし、切り替えるか。あと2人いるから、えー、次の方が、えー、タチワロシさん。これタチヒロシさんのモノマネの人だじゃ心配だな。まあいいか。どうも、タチワロシです。あ、こんにちは。 初めましてタッチバロシです。えーっとーコーテさんですよね。はい。コーテさん。はいはいはいやタッチバロシです。たコテ誰ですかコーテです。タッチバロシです。<laughs> 初めましてどうも。あのコーテさん、えー、あの、はい、カツラとメガネつけてもわかるんですよ。あの声と衣装が一緒なんでコーテさんですよね。かジグですけどジグですけど。ええコーテさん。これえこえ何ですかこはい。 マジか、この人。私、わらし、たちわらしですけどね。ハート強いな、この人。じゃあ、早速ですけどね、お送りしたいと思います。あ、ごめんなさい、勝手に進まないでください。おそこいたときも。わらしさん、わらさん、わらさん。ほんまかー。さっき見たんですよ。ネタ変えてくるの、さっき見たんで。今度は、新しいで、こう関東弁になる時のね、浜ちゃんね。それも見たんですよね。やっちゃいなよ。 あのごめんなさい。あの、わロしさんわろしさんわろしさん止まってください。わロしさんわロしさんさん収録いつですかあの、収録いつですかっていうか、あの、ごめんなさい。収録、めちゃめちゃ聞いてきますね。収録の話。わロしさんわろしさん聞いてください。教えてください。わロしさんはい。収録あの、浜田さんのものまねはもう分かりました。分かりましたので、収録に関しては、 あの受かった方にだけメールでお伝えするって形なんですよ。あじゃあ、私、ちょっと収録、あのだ何日ぐらいになりますかね。収録日は日けないでいて、何日ぐらい。あのはい、収録はあの 決まった方にだけメールでお伝えするって形なんで、あの大丈夫ですかコーテさん。コーテさん。コーテさん、聞いてます。コーテさん。コーテさん。コーテさん。はいはい。コーテさん。はいはい。もうコーテさん、片付いてますよね。いや、私は、おろしですけどね。あ、もういいです。ありがとうございました。すみません、ありがとうございました。はい、またお伝えします。 いかついな、おいいかつ、悪強えよいや、もう三人中二人同じ人だよ。え、こんなことあんのいや、マジか。やば、これ。ちょっと、マジでしんどい。やばいな。早く終わりたいな。えー、っと、あと一人ね。えー、最後が、えー、よし、今から行くぞ。怪しいな、これ。 マジか。ちょっと嫌な予感するな。はぁ。よし、もういいや。この人にかけよう。そろそろだな。よし。どうも。よし、今から行くぞです。はい、よろしくお願いします。えっと、かつらと、はいえーっと、コウテツさんですよね。はい、ああ、よし、今から行くぞですけど。 いや今、入っていましたよね。<え>コーティさんですよね。いや、言ってないですよ。いやいや、<あ>な,なんと何があの、すいません。あの、カツラとメガネが、もう画面に映ってるんですよ。えカツラ・・・かカツラとメガネ。いや、そんなわけない。そんなわけないです。コーティさんですよね、さっきね。いや,いやいや、よし、今から行く。はめまして、よし、今から行くぞです。<laughs> え貫、ー、き通すんですね。あのー、コーティさん、もう大丈夫なんで、あの、浜田さんのクオリティ<え>申し分ないんですよ。気持ちも伝わりましたんで。 だれちょっとあのー、こんだけぐいぐいおられるとやりづらいなーっていうのがあるんでもう全然大丈夫なんでモノマネ見てもらっていいですかねはいモノマネはじめましてモノマネ見てもらっていいですかあのコテスさんあのもういいんですよもう浜田さん分かりましたんでモノマネ見てもらっていいですかモノマネモノマネこれモノマネ番組ですよねモノマネみんな十分平等に平等にやってるんですよねこれ。 あの、逆に平等じゃないんですけどね、もうすでに。平等です分かりました、分かりました、分かりました。コーテスさんはい。はい、コーテスさんではいって言っちゃってる。あコーテスさん、わかりました。えー、っと、じゃあもう最後に、もう一つだけいいです、自由にモノマネやってください。わかりました。はい。あの、それであ,のあうコーテスさんが納得するんだったら、はい、見ますんで。はい、いお願いします。はい、では、いきます。 入るヒトラー。ヒトラーはい。えー、やりきりました。思い切りました。ありがとうございます。あ、えー、っと、やりきりましたやりきりました。りりしたはい。<laughs> ありがとうございます。収録いつですかね収録。めちゃめちゃ聞きますよね、その収録、ね。収録いすごい気になってますけど。えっと、こ,こでさはい。ここあー、どうん <あ>はい、もういいです。あの、コーテさんで大丈夫です。もう、はい、あの分かってるんで。コーテさん。ごめんなさい。収録を早く。ごめんなさい。<え>あの、今回、浜田さんの,あのオーディション結果はちょっと、まあの、なかったということで。ごめんなさい。あの、浜田さんの収録はちょっとごめんなさい。落選ということで。ただですね、ただコーテさん、あの、<え>ヒトラーのモノマネ、 めちゃくちゃ良かったです。あのですね、実はですね、あの僕、あのー、<え>もう一つ番組をやってましてあの、世界の偉人たちっていうですね、<前>夏に特番があるんですよ。ヒトラーの再現 VTR ちょっと撮ろうと思ってたとこで、ヒトラーの今できる方探してたんですよ、ちょうど。あ、そうなんですか。はい、はだから、急なんですけども、ちょっと、コーテスさんにお願いしようかなと思いまして。 あ,あ全然大丈夫です。あれだな、収録いつ、いつですか、収録日は。<laughs> あの、すごい収録、こだわってますよね、収録日で。収録日は夏なんで、収録日はあの8月の28から、まあ、30日ぐらいなんですけど、3日ぐらいで開けれる日、あります3、ねうん、日は、えーとな、正確には8月の28から30です。28から30ね。 ああ、帯だ。すいません。その八月のその期間中のは、あの。もう、あの松山千春のそっくりさんの、松山千夏さんのですね。はい、ショーパブに出ないといけないんですよ。帯で。帯で。かだから、これ、ちょっと難しいですね。お断りします。あ、ごめんなさい。あの、ごめんなさい。あの、まだ、あの1、一、二か月あるんですけど。なんか、こう、スケジュールずらせたりとか,いか。いや、もう、こ。きゅうまっ、帯で決まっちゃってるから、これ。帯で。あ、あの、こうでさ。テレビですよ。<れ>テレビの収録。はい。 テレビの収録なんで。いや、これ、私たちはね、テレビよりねあの、ショーパブが大事なんですよ。<え>難しいな、これ、もうちょっとね、早く、うん、難しいですね、これ、帯で入ってますから、帯で。あの、ずらさないですかまだ、あの、1、2か月あるんで。あ無理ですね。無理です。無理あの、ずらすことできないです。こっちの都合で。だからこれ、お断りします。 <え>お断りしますからまたの機会にね、えー、お願いしますヒトラーこ<れ>たテさん入るヒトラーうま嘘でしょマジかああやべ初めて共演 NG にそう もう俺チャンネル登録よろしくね